はい、どうも、こんにちは。ふんどしようじです。というわけで、えー、聞く、顕微鏡コラム、第16回目。というわけで、本日もよろしくお願いいたします。えー、今日のネタはですね、えー、売却によって、決算書の数字は良くなる。というお話をしたいと思います。まあ、結論から言いますとですね、あのー、売却するとですね、まあ、上手にですね、上手に売却すると、えー、決算書の数字が非常に良くなります。まあ、その、 えー、ロジックというかですね、理由っていうのを今日話していきたいと思います。えー、通常ですね、不動産投資というのは、えー、物件価格が、まあありまして、あ頭金を入れて、えー、融資を引っ張るという感じで、えー、始めるのが一般的かと思います。まあ、ボロ小立てとか現金買いは、まあ置いときましてですね。で、えー、その時にはですね、えー、有形固定資産税というかですね、まあ固定資産の部分を、 え、買うことによって、まあちょっと逆なんであれか、BSD って言ったらこっちなのかなまあちょっと、それの BS と話しているときに、純資産と負債と逆だとか、えー、思うかもしれませんが、まあこれ画面上の図語でちょっと逆になりますんで、えー、なんとなくやっていきたいと思うんですが、えー、つまりですね、えー、融資によって、えー、アパート、土地、建物を購入すると、えー、借入れ金に対して、えー、その、有形資産、まあ固定資産がですね、生まれまして、 その時にですね、畜風味みたいなものを購入するとですね、えー、ましてや地方の土地と建物で言ったら、建物部分の割合が大きいものを買ってしまうと、えー、例えば太陽年数を超えたものであったらですね、4年間で減価償却が、建物部分が終わっちゃうわけですね。えー、そうするとですね、借入れ金が例えば5000万あって、えー、最初のね、固定資産がまあ5000万あって、そのうち土地が2000万円で3000万円の上物だとするとですね、えー 4年後にはですね、減価償却が進んでですね、えー、土地2000万円の、まあ、帳簿の母丘上のその価値しかなくて、えー、一方、返済はですね、まだ4年しか経っていないので、まあ、例えば20年ローンとか組んでいても、まあ、あんまり減ってないわけですよね。で、えー、例えば4000万とかになってるわけなんですが、借り入れはが4000万、5000万から4000万減ってるだけ。えー、でも、母丘は2000万円っていう状態になります。で この4年間の間はですね、減価償却が大きいので、えー、金利の負担も大きかったり、まあ、元金、元利均等とかでやってる場合は、えー、返済の金利の割合も大きいので、その減価償却と金利を合わせてですね、ほぼ納税しない形でですね、あのー、キャッシュフローが生まれてくるので、あの、余裕だっていう感じで、まあまあ、納税する額も少ないし、えー、キャッシュフローいっぱい貯まるってことで、なんか儲かってるなっていう気がするんですが、あ実は決算、決算書上はですね、 えー、どんどんその母価が減っているものとで入れ金はまだ残っているっていう状態で、まあ、ある意味パッと見この債務超過状態と言われるものになっておりますでそこでですねあのー、まあ10年ぐらい経過してですね、えー、残債も減り、えー、2500万ぐらいになり、えー、母価もまあ2000万はずっとこういってるかもしれないんですが、えー、その時にですね例えば購入した値段で売却できればですね、えー、5000万円の 売却したときには、えー、まず売却するとどうなるかっていうとですね、まず借入れ金が、借りたお金が全部消えますよね。で、さらに、えー、残債引く、えー、税金まず、あ、残債引く売却なんで、その2500万ぐらいの現金が残る、えー、そしてですね、固定資産も2000万消えるんですが、えー、それ以上に現用金が2500万増えるということで、えー、まあ、 債務超過状態が解消された上に、さらに現預金という純資産の部分がボンと膨れ上がるんですね。そうすると、銀行の格付けというものが一気に上がります。格付けというものはですね、あの毎年一回おそらく、まあ、皆さんがこう、既に始めている方は、金融機関に毎年ですね、決算書が出来上がったら持っていくという作業を行っておると思いますが、それはですね、銀行員がもうただその決算書の数字を拾って、 入力することによってですね、ええー、まあ一時的にそのスコアリングしてですね、あなたの格付けは何っていう感じで、まあ1から7みたいな感じで、まあ、よ、よ、取引、ええー、注意先とかになるともう借りれなくなっちゃうんですが、まあその中でも、ええー、さらに格付けがあって、ええー、この人の会社は、まあ借り入れに対して、その資産が多いとかですね、ええー、営業利益が黒字で回っているとかですね、そういったことを見られて、ええー、格付けが決まります。 そして、その格付けによって、金利の高さも決まりますし、ある意味、支店決済の枠の上限も決まってたりするので、その不動産投資でおいてですね、事業拡大するにおいて、一番大事なのは決算書を良くするということなんですが、つまりですね、売却によって、その決算書が一気に良くなるというのはそういうことなんですね。あとはプラスですね、5000万円で買って、その、 母が減っていくって話をさっきしたんですが、まあ、さっきは極端な話で減っていきましたが、えー、そもそもですね、えー、いいものを買っていたらですね、この売却、まあ、帳簿上というか、その固定資産のところには5000万円って書いてあって、返済がまあ1000万するで4000万なんですが、キャピタルゲインということで、高く売れるっていう場合もあるわけじゃないですかね。で高く売れるっていう時の、その含み益があるんですが、 そこの扱いはどうなっているのかということをですね、えー、前、スタンド FM を得られている恭、えー、平さんですね、えー、ケンビアラジオのスタンド FM 第火曜日かな、火曜日の、えー、パーソナリティの恭、えー、平さんに聞いたところですね、えー、その覆明金に対して評価する銀行は少ないという言葉が聞,聞,き,ま聞きました。えー、つまり、買った値段で評価しているという話で、えー、実際はですね、まあ 聞いた話であれば、その不動産鑑定士とかを入れてですね、その自家評価してもらってさらにその取引事例というかね、近隣で似たような取引事例で、えー、今この、えー、建物はこう、帳簿上は4000万円、まあ、現価承却とかするんで、ね、4000万円なんですが、実際6000万円の価値がありますよと言ってですね、まあ逆にその決算書をですね、えー、プラスで評価してくれる銀行もあるんですが、基本、えー、保守的な銀行は、 辛く見積もるのは、えー、そうなんで、買った値段でしょと、えー。で、原価嘩却諾済んだ分は、その分資産が減ってるでしょっていう考え方なんですね。で、えー、その含み益に対してですね、融資をしてくれればですね、えー、売却する必要もないんですが、基本的にその含み益の部分は、まあ、それはあなたの感想ですよねっていうね、ひろゆきさんですよ。えー、それはあなたの感想ですよねみたいな <laughs> やつで、結局その、 まあ、先のことはわからん、未来のことはわからんということで、含め益はある意味妄想益なわけなんで、なかなかですね、評価されづらいといったことがあります。えー、なので、えー、実際、僕は4000万円でですね、借、え、り、ー、入れが4000万、まあ、5000万あって、えー、マイナス1000万円じゃないかと思うんですが、実は売却するとですね、えー、2000万円の現用金が増えて、えー、4000万円の、えー、長期借り入れ金がなくなるわけなんで、 そうすると一気に純資産の部分が膨れ上がると、でまあ、税引きの利益で、えー、純資産の部分が膨れ上がると、結局純利益が、えー、純資産の部分にこう入っていくような感じなんで、えー、そこの一気にガラッと、その決算書の割合的に、えー、美しくなるということでですね、えーまあ、ドルフ・デ・ルース先生っていうね、あの不動産投資で有名な、えー、アメリカの方の本もありますが、その方はですね、 え考え方としては、売却すると、まあ、日本で言うと、中海手数料だったり、えー、長期譲渡でも20%、短期だと39%とかですね、まあ、法人でも800万超えてくると34%みたいな税金がかかってくるので、その、含み益に対して第二程度を売ったりですね、含み益に対して定度権をつけて、えー、さらに借り入れたお金で、また物件を買いましょうと。えー、そうすればですね、金利が1%、2%、2%、3%かかるのがですね、その2、30%のその、キャピタルゲインで、 え税金で納めるよりも効率よく規模拡大できますよっていう考えもあるんですがまあ先ほど言った日本の場合はそれ含み益に対してそんなに評価してくれないのでたまに売却することによってですねまあ見える化ですね含み益の見える化をすることによってまあ納税もしなくちゃいけないんですが納税するということはイコールその銀行の評価も上がるということなんで借り入れするときには赤字の会社には出さないというのが基本で納税しているのをかっている会社に え銀行は融資したいというような感じなので、たまにはですね、そういった物件をですね売ることによって、一気に決算相が良くなって、さらに融資が通りやすくなって、規模拡大に普ながあると、昔ですね、僕とポールさんと、先森一り号さん、当時先森一号さんですね、局長船長さんとえ飲んでた時にですねえ先森一号さんが船長に、今後どうすればいいですかねって言ったら、売却だなと。 えー、売らなきゃ大きくなんねえぞっていう一言があって、そこからですね、先森さんはバーッと、えー、売却していって、数、ま、億、あ、ぐらいのこうキャピタル原油を得まして、えー、それをブーストしてですね、えー、決算書も良くなったし、えー、頭金使える原料金も増えたっていうことで一気に拡大して、レボリューション、革命が起きたわけですね。えー、そういうわけで、えー、売却すると、えー、大きくなるときには、一時期そういう戦略的にですね、売却を組み込んで、規模拡大していくのは非常にいいのかなと思います。えー、まあ コツコツ時間をかけてですね、キャピタルゲインじゃなくて、インカムゲインでさらにその再投資の減少を貯めて、え次々やっていけばですねえ、先ほど言ったその、売却によるその、えぇ、ー、税はかからずにですね、規模を増やしていけるんで、まあ、インカムでインカム、インカムで再投資できるレベルになるのも一つ、えー、ゴールドの一つだとは思いますんで、えー、初期の頃から、まあ、長い時間をかけるっていうつもりなのか、えー、ある程度ですね、前倒して、 ステップアップしていきたいっていう人は、上手に売却を絡めることによって規模拡大が加速するんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、あの、まあ、定量評価とか、定性評価とか、いろいろ銀行の言葉もありますので、そういうのをしっかり学んでですね、戦略的に決算書を良くしたり、融資の組み立てをしていくといいのではないかなと思います。まあ、私もね、結構あの、売却をしてですね、そのためにその、 あなんでこんな今までは融資取らなかったのに売却たら取ったんだと思ったら、ですねやはりその銀行評価のする、えー、不動産がですね1000万円の価値しかないものに対して、えー、2500万のローンを組んでいた,いたら、ですね1000万円のね、えーえー、既存してるわけですよね、債務超過状態みたいな感じなんですが、えー、それをですね3300万で売却したことによって、えー、一気に1000万円の価値しかなかったものが、要は3000万円になったわけですよね、で仮入的に2500万、2000万も消えると。 言ったらですね、一気に決算書の純資産の部分が厚くなって有料な、えー、会社ですねという評価をいただいて、えー、融資が取りやすくなるとい、えー、ったこともありますので、えー、特にですね、初期の頃古い物件に対して長期のローンを組んで一生懸命、まあ、キャッチフローを集めるという段階もあると思いますが、えー、ある程度その高く売却できるとかですね入れ替えれるングが来たら売却してみてはいかがでしょうか。まあ、そのためにはまずはね、安く買うとかかキキでしっかり えー、市場よりまあ一番いいのはですねもう買った時と同等で売れるぐらいがまあ最低ラインでまあもしくはですね買った時も高く売れる、まあ、そういう物件をしっかり仕込んでいくことが大事なのかなと思いますもちろんね、えー、10年間持って5000万円のものが4000万円でしか売却できなくても、えー、トータル3000万の家賃頂い,いてるから、えー、結果として キャピタルロスがあっても、インカムで補填してプラスだから、その投資としては成り立っているよっていう考えも僕は非常に大事だと思っていますんで、ぜひですね、負けない投資、持ってよし、売ってよし、えー、みたいな、貸す時も楽、みたいな、そういう物件を仕込んで、不動産投資ライフに行ってはいかがでしょうか。 で、売却するときはもちろん、ンビアのえサイトに載っけて、えバイト、売却しましょうということで、えちょっと忖度 <laughs> 入りましたけれどもえ、そういうわけで皆さんも、えー、売却することによって決算書が良くなるというロジックを理解して使いこなしてみてはいかがでしょうか。それではまた皆さん、お会いしましょう。